スネーク聞こえる。私よ。ナオミ、君は一体。今、キャンベルさんたちの目を盗んで、別の無線機で話をしているの。ナオミ、大佐の話は本当なのか。ええ。でも、すべてが嘘ではないわ。本当の部分もある。君は誰なんだ。私にもわからない。親の顔も名前も、今の名前や戸籍はお金で買ったもの。私が遺伝子に固執した理由は本当よ。自分を知りたいから、そう言ったな。ええ、私は自分が誰だかわからない。年齢も人種さえも。ナオミ、私はローデシアで拾われた孤児だったの。80年代のこと。ローデシア、ローデシア独立戦争の頃か。ジンバブエはイギリス領だった。当時はインド人が多く働いていた。だから私の肌の色はそのためかもしれない。でもそれもわからない。ナオミ、どうして自分の過去にこだわる。今の自分を理解できればいいじゃないか。今の私を理解。誰も私を理解などしてくれなかったわ。私はずっと自分を探してた。兄とあの人に会うまではね。兄？そうよ、フランク・イエーガー。なんだって。兄も少年兵士だったわ。ザンベジ川で餓死寸前の幼い私を拾って、自分の食べ物を割いてくれた。そう、あなたが廃人にしたフランク・イエーガーは私の兄、唯一の家族。バカな。グレイ・フォックスが。私たちはあの地獄で生き延びた。兄が守ってくれた。兄は私の全てだった。私の存在を、私という個人を証明する唯一の拠り所だった。やつが君をアメリカに。いいえ、モザンビークであの人に助けられた。あの人、ビッグボスか。ええ、彼は私たちをこの自由の国へ導いてくれた。でも兄はあの人とまた戦場へ戻っていったわ。そして戻ってきた時には、私は復讐を誓った。兄を廃人とし、あの人を殺したあなたに。フォックスハウンドに入ったのはそのためよ。ここにいれば必ずあなたに会える、そう思ったから。思いは果たせたな。そうね、2年も待ったわ。俺を殺す、ただそれだけのために。ええ、そう、2年。この2年間、ずっとあなたを待っていた。あなただけを恋焦がれるように。今も憎いか。少し違う。あなたのことを誤解していたところもある。リキッドたちとは。彼らも兄の仇よ。まさか君の前任者を殺したのも、グレイフォックスをゲノム兵の実験体にしたという。クラーク博士のこと。いいえ、彼を殺したのは兄よ。私は事件を隠蔽し、兄をかくまった。忍者グレイフォックスは俺を殺すためにここに。違うと思う。兄はただあなたと戦うためだけに。初めは分からなかったけど、今は分かる気がするわ。あなたとの戦い、それだけのために兄は生きてるのよ、きっと。フォックス、ナオミ、教えてほしい。フォックスダイのこと。フォックスダイは特定人物だけを死に至らしめるレトロウイルスよ。まずフォックスダイは体内のマクロファージに感染する。フォックスダイにはタンパク質工学で生み出された認識酵素、特定の遺伝子配列に反応するようプログラムされた酵素が導入されているの。その酵素で暗殺ターゲットの DNA を認識している。認識酵素が反応して活性を示すと、フォックスダイはマクロファージの組織を使って TNF イプシロンを作り始める。何？サイトカインの一種で細胞死を誘発するペプチドよ。
TNF イプシロンは血流に乗って心臓に達し、心筋細胞の TNF レセプターに結合する。それで心臓発作を。刺激を受けた心筋細胞は急激なアポトーシスを起こすわ。そしてその人物は死ぬ。アポトーシス、細胞が自殺するための遺伝子プログラムか。ナオミ。何？当然俺も殺すようにプログラムしたんだろう。まだ時間はあるのか、ナオミ。俺は君に殺されても仕方がない男だ。だが死ぬわけにはいかない。まだやることが残ってるんだ。聞いて、フォックスダイの使用を決定したのは私ではないわ。君じゃない。あなたにフォックスダイを注入したのは作戦の一部。それをあなたに伝えたくて。私、自分に素直じゃない、ナオミ。私があなたに本当に伝えたかったのは、スネーク、私。おい、何をしている。スネーク。ナオミ。スネーク、ナオミとの交信はこれ以上許されん。何？ナオミは作戦から外された。ナオミをどうした。フォックスダイが作戦の一部とはどういうことだ。大佐、彼女と話をさせろ。できん。彼女は監禁した。大佐、裏切ったな。今は余計なことを考えるな。メタルギアを食い止めることが先決だ。スネーク、いいな。起爆コードが入力されました。なぜだ。発射準備完了しました。俺は解除したぞ。ありがとう、スネーク。これで起爆コードの入力は完了した。もうメタルギアを止めることはできない。マスター、これは。わざわざ鍵を見つけてくれた上、起爆コードの入力までしてくれて本当に恩に着る。形状記憶合金だとはお粗末な話だったが、
何のことだ。ダーパ局長の起爆コードは入手できなかったんだよ。マンティスの能力をもってしても読むことはできなかった。オセロットは起爆コードを聞き出す前に殺してしまった。つまり俺たちは核を撃つことはできなかった。威嚇発射さえもな。まさに八方塞がりだった。核が撃てなければ我々の要求は叶えられない。マスター何を言ってる。起爆コードを入手できなくなった以上別の方法を探すしかない。そこでスネーク、貴様にかけてみることにした。何？デコイオクトパスをダーパ局長に変装させたのもその一つだ。貴様から情報を得ようとしたのだが。フォックス大とはな。全て最初から仕組まれていたというのか。俺に起爆コードを解除させるために。ん？もしやここまで来られたのは自分一人の才能だと思ってるのか。マスター、あんたはスパイか。とにかくこれで核発射準備は整った。新型核を撃ち込んでみせればホワイトハウスの連中もフォックス大の結成を渡さざるを得まい。奴らの切り札も無効になる。切り札？一体お前を使ったペンタゴンの目論見はすでに達せられているんだよ。あの拷問部屋で。知らないのはお前だけだ。惨めだなスネーク。貴様誰だ。全て教えてやる。もしも俺の元までたどり着けたらな。どこにいる。すぐ近くさ。スネーク、そいつはマスターミラーではない。キャンベル、今頃気づいても遅い。マスターミラーの遺体が彼の自宅で発見された。死後3日経ってる。マスターとの無線がオフにされていたのでわからなかった。メイリンによると発信源はその基地内だ。ちょ、お前は。お前が話していたのは俺だ、兄弟。まさかリキッドか。貴様の役割は済んだ。あの世へ行け。スネーク、そこは防弾ガラスだ。通常兵器では爆破できない。ここのセキュリティを解除できないか。やってみる。待っててくれ。セキュリティに潜入した。スネーク、扉を開けるね。兄弟に銃を向けるのか。なぜマスターに化けた。無論貴様をうまく操るためだ。実際お前はよく働いてくれた。ペンタゴンの連中もそう思ってることだろうよ。さっきから何を言ってる。与えられた命令を疑いもしないとは。戦士の誇りを失い駒になり果てたかスネーク。何？核発射の阻止、人質の救出、すべて偽りの任務だ。偽りだと。ペンタゴンとしては貴様と俺たちが接触するだけでよかったんだ。アームズテックの社長とデコイはそれで始末されたんだ。まさか。そうと。俺たちだけを暗殺し莫大な予算を投じたゲノム兵の遺体とメタルギアを無傷で回収するため、貴様は初めからフォックス大のベクターとしてペンタゴンに送り込まれたんだ。フォックス大、バカな。ではナオミはペンタゴンと組んでいたのか。連中はそのつもりでいたようだが、あの女ただ利用されるような甘い女ではなかった。何？ペンタゴンに潜り込ませたスパイが突き止めた。作戦直前、ナオミはフォックス大のプログラムを改ざんしていたらしい。だがその理由も目的も不明だ。まさかナオミを逮捕させたのは彼女の目的をつかむため。その通りだ。くだらない恨みとは思わなかったが、しかし
結局ナオミがフォックス大にどのような改変を加えたかは今もわからない。まあそれももういい。俺はすでにホワイトハウスへの要求にフォックス大の血清を上乗せしてある。血清があるのか。あるはずだ。あの女にしかわからんがな。だがもうそれも必要ないかもしれんな。なぜだ。貴様は潜入に成功。奴らが処分したかった俺たちは目論見通り暗殺ウイルスに感染した。オクトパスやアームズテック社長の死因は確かにウイルスだ。しかしオセロットの俺も、そして運び屋である貴様にもまだその兆候が現れていない。フォックス大の標的プログラムにバグが。さあ。だが貴様に効果がない以上俺も安全だ。俺と貴様の遺伝コードは同じなのだが。やはり俺とお前は。そうとも。だがただの双子ではない。遺伝子に呪いを込められた双子、レス・エンファントス・テレブレス。貴様はいい。親父の優勢遺伝子を全てもらった。俺は劣勢遺伝子ばかりを受け継いだ。全ては貴様という優勢種を作り出すための仕掛けだ。俺という存在はお前の想像のためにだけあった。俺が優勢だと。そうだ。俺はその絞りかすだ。貴様にわかるか。生まれ落ちた時からクズとみなされ続けてきた惨めさが。だが親父は俺を選んだ。それがビッグボスにこだわる理由か。歪んだ愛情だな。はっ。愛情だと。憎しみだよ。劣っていると知って俺を選んだことへの復讐だ。これも貴様にはわかるまい。実の親父をその手で殺すことができた貴様には、俺は復讐の機会すら貴様に奪われた。だから俺は親父の意志を実現してみせる。親父を超え、親父を殺す。お前もナオミと同じだ。俺は貴様とは違う。自分の遺伝子に刻まれた運命を誇りに思っている。くっ。兵器を拝みながら死んでゆき、兄弟へのせめてもの気遣いだ。今から見せてやる。21世紀を導く悪魔の兵器をな。起き出してしまった。こいつを止める方法は。